全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、大外から押して18番ヤコウセイノケノ、13番ミレニアムマシリカ先頭に入れ替わります。その後は5番フォーマンエマス、1番セレスティアル後位につけています。各馬1コーナーを目指します。5馬身相手10番ミヤチンレナメナメ、続きまして16番スカーレットキング、少し差が開いて9番サムソンティーチャ、そのうち7番レッグーザ、6番ヒットミズジュン真ん中あたりにつけています。外から14番エリアブリティ、11番エリートアゴロン、2コーナーを抜けて向こう正面、続きまして15番オーシャンズワイ、内側2番ファイブパール、外から8番石川サトル、内側4番ウィークネコ。 1000m の通過タイムは1分0秒5、外から17番イケイケクラシック、後ろに12番カックニードル、最後方は3番ドバイエ。冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は13番ミレニアムマシリカ、後ろに5番フォーマンエマス、18番ヤコウセイノケモの後位をキープ、1番人気1番セレスティアルこの位置、18頭大欅の向こうを通過、6馬身相手10番ミヤチンレナメナメ、その外16番スカーレットキング、1番人気セレスティアル現在4番手、長い府中の直線 500m に入ります。さあ正念場の直線、後続各馬の動きはどうか。400を切って先頭ミレニアムマシリカ、そしてフォーマンエマス、ミレニアムマシリカ抜け出した、フォーマンエマス離れて追走、残り200を切った、ミレニアムマシリカ頑張っている。2番手はセレスティアル少し開いて、フォーマンエマス、ミレニアムマシリカ堂々とゴール。勝ったのはミレニアムマシリカ、鞍上は海老名正義騎手、ミレニアムマシリカブリーダーズカップを制しました。2着セレスティアル、3着にはスカーレットキング。